皆さんこんにちは、ニャンジです。はい、今日はですね、埼玉県のね、芝山沼っていう沼にブラックバス釣りに行きます。なんでいきなりブラックバスなのって感じだと思うんですけど、僕ね、実は昔ね、ずっとこうブラックバス釣りに凝ってた時期があってですね、四輪乗ってる頃とか結構毎週河口湖にね、ブラックバス釣りに行ったりとかしてたんですよ。趣味のね、ローテーションでここのとこずっとブラックバスやってなくて、先々週ちょっと前にあの琵琶湖にみんなでね遊びに行った時に、ちょっとあの近くの川でちょっとブラックバス釣りをやったんですよ。琵琶湖でもやったんですけど、あまりにも広すぎてね、なんともなかったんだけど、近くの川の時はね、ちょっとちっちゃいブラックバスに遊んでもらったりとかして、あ、やっぱバス釣り面白いなっていう風になったんですよね。この動画ではあのちょっと前にフライフィッシングでね、毛針使ってあのニジマスを釣りに行くっていう動画を上げましたけど、今日はブラックバスに行こうと思います。で、芝山沼ってね、僕全然よくわかんないとこで、最近いろいろこうなんか埼玉県とか、埼玉県バス釣りとか関東バス釣りみたいな感じで検索すると、この近郊だとその芝山沼っていうところが出てくるんですよ。で、YouTube とか見ると結構ね、そこそこ釣ってるんですよね。 Twitter で検索すると、なんか今日も坊主って一匹も釣れないことなんですけど、今日も坊主とか、なんか釣れないみたいなこともね言ってる、難しそうなとこなんですけど、 YouTube で見ると結構釣ってる人は釣ってるんですよね。まあ、あの様子見も兼ねて行ってみようかなと思います。あとね、 1.2キロ、あ、ここだ、芝山沼っていう標識っていうか看板があったわ。これかな。あ、バス釣りやってますね結構普通にベイトとかやってる。あ、結構な人いるな。なんか川口湖みたいな、ここ川口湖ですかぐらいな感じの感覚で人がいますね。いや、これは相当プレッシャー高そうだな。でもなんかあんまり、なんだろう、川はいなさそう。あそこがパーキングですかね。ちょっとあそこに止めて、ここですかね、パーキング止めましょうかね。止めるとこあんのかな。どうやって入るの、ここから入るのか。あ、結構みんなもうこれからね、夕まずめを狙うためにって感じで。へえ、あ、でもよかった、止められそう。はい、芝山沼にやってきました。これからね、ちょっとね、久しぶりにワームを作ってみたいと思います。管理釣り場みたいなね、ちょっと空いてる管理釣り場みたいなぐらいで人がいる。じゃあ、あそこのベンチ使って今日のワームを作ろうかな。今日でも何にしようかな。なんか最近ね、いろいろ YouTube とかで検索して出てきた、あのなんかワッキーとかなんとかネコリーグみたいなのとかは散々叩かれまくっちゃってる気がするよね。魚がもうそのワームに慣れちゃってる気がするな。どうしようかな。でもせっかくだからやってみようか。もう一回なんか YouTube とかで作り方を見ないと分かんないかもしれない。よし、これがね、ほら見てね、水みたいでしょ。ビヨンビヨンビヨンって。早速、ほら、早速この杭のところにしたいもん。ちょっとやってみます。このワームがどんな動きをするのかちょっと見てみたい。どういう動きをするのか見えるかな見えない。こういう感じ。ちゃんと動いてるこれ。ヤンジチャンネル。はい、今ね、芝山沼をこう半時計回りにぐるっと回るよ。そんなに大きい沼じゃないかな。歩きながら、ここいそうじゃねみたいな、ほらってとこにどんどん打っていこうかなと。ブラックバスってこういうのの下に隠れてるのがすごい好きなんですよ。この下、こういうとこってあんまりルアーをね投げたくなくなっちゃいますけど、ああいう
ああいうものの下とかこういう物陰とかね、こういうとこにいるんですよね。ちょっとじゃあやってみます。コバスに遊んでもらうにしろこういうとこに、こういう中にいるんですよ。このリールだとこういうとこで釣りする用のリールじゃないんですけど、こういう中とかにこうポチャンって突っ込んで食ってこなかったらもういないみたいに、ポチャンって落とすじゃないですか。いたらもうここでかかって食ってくるんでいないですね。またこっちとかこういう、あまり僕こういう釣り方好きじゃないですけど、こういうとことかにいるですよ。はい、次いなかったら次みたいな。ブラックバスの特性として、ああいうこう壁際とかね、でも何もないとこにポツンっていないんですよ、ブラックバスって。こう壁際とか、ああいうなんかこう何かの障害物の脇とかについてるんですね。人間もそうだと思うんですけど、なんかだだ広い体育館で真ん中とかに座らないじゃないですか。だいたい壁際とかに行くでしょ。だからそういう方がなんか体が落ち着くっていうか、多分安心するとかね、そういう感じなのと思うんですよね。でさっきから脳が切れてるから全然釣れないけど、ね、もう狙うポイントとしてはこういうところ。ちょっとあ、針出ちゃった。ちょっと待ってね、針が出ちゃってますね。こういうとこの、こういうところに、いやー、ここにはね、生態反応の、なんだろうな、生き物が生きてるって感じが全然しない全然しないんだよね。ゲリヤマ4インチグラブに変えました。ノーシンカーじゃなくてね、これネイルシンカーを 0.9 入れてます。ちょっとネコリグ全然釣れる気がしないんだよな。もういつも僕がやってる必勝ワームで、河口湖がねワーム禁止になっちゃう前まではもうずっとこのリグで釣れなかったことないんだよな。なんだろうな、なんか水草みたいなのに引っかかってるからいい感じだと思います。こういうところにバスがついてるんで、なんか下に何かあるんで、ストラクチャーっていうか、なんか石なのか、なんか水草なのか、何かが、釣れましたね。やっと来ましたね。やっぱり4インチグラブだな。よいしょ。取れない。こっちか。ちっさ。よいしょ。30センチ。あー、皮一枚だった。よいしょ。30センチあるかないかぐらい。あ、写真撮るの忘れた。やっぱね、ゲリ山ですよ、やっぱり。やっぱり釣れたのはゲリヤマでしたね。はい、芝山沼3時間2、3、4、5、6、うん、3時間半ぐらいやりましたね。それで1匹、あれもね、ほんとたまたま釣れたって感じですかね。少ない当たりをものにしたって感じで、結局当たり2回しかなかったんで、2回のうち最初の当たりでもうねバシッと乗せられたから、あれはちょっとラッキーだったですね。で2回目の当たりはね、
乗らなかったですね。ギャッて合わせしたんだけどすっぽ抜けちゃった感じがして、でもうほんとその2つぐらいかな、当たりはねもうその2つしかなかったですね。だからね本当に状況としては芝山の幕もかなり厳しいですね。なんか釣りに来るっていうよりかはもう釣れたらラッキーみたいな感じですよね。絶対数が多分すごい少ないんだと思うんですよね。当然まあ放流とかもしてないですし、あそこでなんかこうね育ったバスがぐるぐる回転してるみたいな感じですかね。あんだけ人が来て釣られちゃうとやっぱ魚体もね痛むだろうしね、そんな気がしますね。芝山沼じゃまたね釣りに来るかっていうと、こんだけ釣れないとちょっと厳しいなって感じがします。釣れるとこ行きたいですもんね。あとね汚いまあ沼だからしょうがないんですけど、汚い、とにかく汚い。やっぱ綺麗なとこで釣りしたいですよね、できればね。河口湖とかはねまあまあそこそこ綺麗なんで、今でも昔よりは汚くなりましたけど、でもそれでもやっぱ水は透明っていうか、今日のところは本当に茶色くてやばい。あんなとこで魚生活して物見えてんのかなって思うぐらい。芝山沼ね次来るとなったら多分来ないと思いますね。なんか僕の中ではね、そんなに近くないし、高速使って30分ぐらいだったら1時間ぐらいかけて河口湖行っちゃった方が、まあ、倍かかりますけど、